地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る飛び出せ学校。今回は佐伯市紅葉小学校です。紅葉小学校は大分県の南東部に位置する佐伯市米大津地区にあります。三方を山並みに囲まれた東側は豊後水道に面するリアス式海岸で日宝海岸国定公園に指定されており、風光明媚な景観が広がっています。今回子どもたちは過去に地域で起きた地震と津波を調べて新聞作りに挑戦します。はじめに記事の作り方を教えてくれるのは大分合同新聞社佐伯支社の佐藤由香記者。じゃあ具体的に今度から皆さんは新聞記者になると思うんですけれども、まずはですね、人に会って話を聞く前にどんなことを聞こうかなっていうところを考えるところから始めてください。事前に考えてきた質問を見ながら話を聞いてノートにその答えを書いていきましょう。記事を書くときは少し時間が経ってから書くので、絶対にノートをちゃんと取るっていうことは忘れないでください。わからないことは記事にも書けないので、自分でちゃんと書いて、分かってから書くということが一番重要です。書く時の基本っていうのがありまして、一番最初の段落に一番大事なことを書いてください。なんでかっていうと、時間がない人とかあまり興味がない人も一番面白いなっていうところを一番最初に持つと、その最後まで記事を読んでもらえるっていうのがあります。今度取材に行くと、例えば写真を撮ることになります。インタビューとか取材をさせていただいた方の顔を撮るときは何枚も撮って瞬きとかして目をつばってしまうと、もうその写真使えないんで、一番いっぱい撮って一番かっこよかったり一番美人に写ってるのを使ってあげるのが一番いいと思います。なるほど、記事の書き方や写真のコツが詳しく分かったね。続いて米大津で300年以上前に起きた地震について井上康則さんにお話を伺いました。今日はみんなのじいちゃんにしばらくなってここで、少しお話をしてみたいと思います。305年も前に地震があった。宝永4年の10月4日昼の八つ時、大地震が来た。家の中で一人誰ももう立つことができなかった。それから1時間ぐらいして津波がやってきた。村城は一面湖のごとく見え候。家の中にある道具、家財っていうかな、家の財産ざーっと持っていかれたというように書いてます。地区の人もね、改めて地震のことについてもっと真剣に考えなきゃいけんよっていうようなことになったそうです。そのきっかけになったのがこの古文書ですね。で、米大津ではこの古文書がね、貴重な資料だということで大昔のことを知ることができます。今日実際に新聞記者の方に、新聞の作り方やインタビューの仕方などを教えてもらったので、実際にその教えてもらったことを生かして新聞作りを頑張りたいです。みんなで協力していきたいです。みんなが読みやすく見やすい新聞を作っていきたいです。今日新聞記者の方に教えてもらったことを生かして、みんなで協力していい新聞が作れるように頑張りたいです。人に話を聞くのが楽しそうだなと思いました。読む人が分かりやすく楽しめるような新聞にしたいです。みんな、新聞作りのコツはつかんだかな？次回、子どもたちは学校を飛び出して取材へと出かけます。今日は学校を飛び出して取材へ出かけます。前回お話を聞いた津波当時の資料を保管している高宮さんのお宅を訪ねました。いや、私とこ主人がね、私が結婚して52年ぐらいになるんですけど、それ以前から集めてたんですね、若い時から。それがもうそこにあれある資料いろいろあるんですよ。これがその1707年にここ裏城の塩屋さんが書いたっていうね、その時の本物なんですよ、これ。だからもう305年ぐらい経ってるかな。宝永4年の1707年10月4日です。これは旧暦なので、今の暦では10月28日になるそうです。午後2時ごろ、南の方海鳴りがして大地震が発生した。震源地はね、南海沖でマグニチュード 8.4、 1時間過ぎた頃、午後3時頃に津波が打ち寄せてきた。その潮が満ち渡ってね、そう見たら裏城、裏城のそこら辺はもう湖のように見えたそうです。裏城では永福寺の石段2つばかり残すですから、2つ残って3段目まで水が浸かったっていうんですね、津波が。そこまで波が打ち寄せた。それで、ね、大津波があったので、もう何年かはもうそのみんな不自由した生活が続いたって書いてます。この書いた人はですね、常日頃そういうことがいつまた起こるかわからないので、その常日頃から用心しておかなければならない、今後のために書き記しておくって最後書いてます。続いて実際に永福寺の石段を見に行くことにしました。300年前は水がここまで押し寄せてきたんだって。本当に大きな津波だったんだね。津波が人の家よりもすごい高くて、自然の力はすごいなと思いました。なんか屋根より水が浸かっていたのですごかったです。最後に災害が起こった時の備えについて、米津振興局の増井光也さんにお話を聞きました。防災無線の勉強を今日はちょっとしたいなと思います。なぜ防災無線があるかと言いますと、災害が発生する前に気をつけてくださいよっていうのをみんなに知らせる目的として、今度は実際に発生した時にすぐ避難してくださいよっていう、そういう呼びかけるためにあります。衛星は分かりますか？衛星、通信衛星。日本地域をずっと見守ります。そこと通信して人の手を介さずに自動的に防災無線で流れるようになっています。被害を少なくするために工夫していることは何ですか？はい、一番大事なのは人の命な。一人でも助かることが大事になってきます。で、故障がないようにチェックしてもらう。放送があったらな、自分たちだけじゃなくて周りの人にもな。こういう授業をきっかけに一緒に逃げようやっていうような、そういう心づもりには聞いてください。屋外スピーカーのことや家にある小さな無線のことを教えてもらって、知らなかったことが分かったのでよかったです。分かりやすく丁寧に書きたいです。取材をして新聞作りの情報は集まったかな？次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強します。今日は前回の取材をもとに新聞の見出し作りに挑戦します。見出しの書き方を教えてくれるのは大分合同新聞社整理部の川津直子記者。見出しというのは、記事を読まなくても見出しだけ読めば何のことについて書いてる記事なのかなっていうのが分かるためのものですよね。だから、なるべく短い言葉で分かりやすく伝える必要があります。工夫して見出しを考えてみましょう。大見出しで例えば「津波」っていう言葉を使ったら同じ紙面の中で書いてることなので、小見出しには「津波」っていう言葉はもう使わないようにしましょう。みんなで書いた記事を確認して見出しを考えます。教えてもらったところに注意して読みやすくまとめようね。出来上がりました。考えてもらった見出し出ました。いいと思います。見出しをイラストにして次回の授業で提出することになりました。しっかり書いておこうね。大見出しと小見出しがうまく作れたので良かったです。家族とかじいちゃんおばあちゃんとか楽しかったです。まあちょっと新聞が進んだので良かったです。絵とか文とかは頑張りたいです。見出しの付け方とか教えてもらったので良かったです。見出しなどのイラストを描くのを頑張りたい。提出の日が来ました。すごく綺麗に塗ってもらってて、いいと思うんですが、ちょっと色がまだまだ薄いところがやっぱりあります。黄色のちょっと白く見えるところとかを綺麗に塗りましょう。新聞に載せた時より見やすくなるようにアドバイスを聞きながら丁寧に仕上げていきます。上手に書けてるね。ラストスパート頑張って。見出しが完成しました。最初よりだいぶ印象が違って見えると思いませんか？かなりカラフルになって良くなったと思います。これを持って帰っていい新聞を作りたいと思います。ありがとうございます。こういうところがちょっと疲れた。家の人に見てもらいたいです。全部終わったので完成した時が楽しみです。いろんな人に見てもらいたいです。いよいよ次回。子どもたちの新聞が完成します。どんな新聞になったのかな、お楽しみに。ついに子どもたちの新聞が完成しました。じゃん、すげえ。見て、自分ができたのどう見える？だから何百年も前にいた津波が何百年も、まあ、ここに前よりとってな、何百年前もじゃいいですか？今ってな、まだ他の人がね、すごいいいのができたので、防災についての新聞作り完成のようです。これをきっかけにというか、これをもとに知識がちょっと増えてますので、頑張って防災についてもまた学んでいきたいと思います。今まで何回もやり直したけど、みんなで協力していい新聞ができたので良かったです。お母さんに見せます。今まで頑張っていい新聞ができたので良かったです。見出しを何回も書いたところ苦労しました。家族に見てもらいたいです。こんなに時間をかけて丁寧にやらないとやっぱりダメなんだなっていうのが大変やなと思いました。とても好意的にお話をしていただいたので、子どもたちも楽しそうに聞いたりメモするのをすごく楽しくカリカリと書いてたので、その分でこんなにその人の話を聞くっていうのは子どもたちに集中できるんだなっていうのを実感できて、とても勉強になりました。